財布を持ってきなさい。はい。はい。なんじゃらほい。財布の中身紹介をしたいなと思いまして。ちょっと画角がもうちょっと。急遽お呼びいたしましたけども。はい。急遽お呼びいたしましたけど、はい、何でしょう。財布の中身紹介をしたいなと思いまして、はい、財布の中身を紹介していきましょう。はいよ。はい、まず小銭から。また誰どっちから行く？最初はグーじゃんけん。はい、あいこでしょ。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 光るから。私見て見て見て、小銭ゼロ。ゲーム貯金箱に貯金した、うん、するじゃあえゲーム貯金やで、みんなのゲーム貯金、うん、あ、500円玉あるない最近奈々ちゃんがね、500円玉貯金を始めまして、ほう10万円貯めるそうですよ。ほうで、私からのカード入れとこれがあるんですけど、うん、同時に出そう。何を？財布の中身紹介やねんからさ、何が入っとるかってこう合わせていこう。今日な、小銭な、うん、財布閉まらんぐらい入っとったからドアに全部あげてん、うん、あ、待って、10円入っとった。そしたらな、うん、さっき着払いで荷物が来たから、それのお釣り。ああ、はい、10円あげよう。ありがとう。詳しくいる？いや、じゃあ銀行のカードとか入ってる？何人分入れてる？3人分やんな、うん、私も。え、全部出すな？出さへんよ、出さんでいいよ。私はあの出した方が早いなと思う、うん、え、これ銀行名言っていいよね？うん、港銀行、三井住友銀行、港1枚、うん、三井住友4枚、はあ、楽天1枚は、あ、楽天私も持ってるけど違う財布に入れてるわ。ほら待って、りゅうちゃんと会社と光のカード、うんうん、ポンタカード、ポンタカードあったすごい、一緒や、一緒で、これちゃんとポイント貯めよう、携帯で貯めてね。 au ウォレットとポンタカード一緒に、ローソンでたまに出すかな。そうそうそう、ワンポイント同じのを出していけばいいのね、うん、ワンポイントあるで、ワンポイントあるで、ワンコストコそれは持ってない、作ってない、年間違いから。これケーキ屋さんのね、ポイントカードを耳根にあげるわ。あげるの、ちょっと一緒にして、一緒にして、あげる。マイナンバーカード持てない持てない。あ、猫ちゃんの保険証がある。猫の保険証すごい。へえ。あ、これほら、ホームランスタジアムのチケットカード、ポイントカード、バッティングセンターのカード、ね、生クリーム食パンのカード、リサイクルショップのカード、え、分からへん。これ脱毛のカード、脱毛ご紹介5000円カード。おお、私に紹介して。あ、ドンキ、ドンキカード私も入れてない、入れてない、違うカードに入れと。アートメイクのカード、アートメ、姉ちゃん、アートメイク、あ、アートメイクどうなん、ん、進んだの、あれから、あれから行ってないの、行ってないの。あ、あ、あった、ほらほらほら、やっぱりあるやんか、ふんわり食パンのポイントカード、4つだけ3つだけお守り、お守りたち。私だって財布の中身そんだけやもん。あ、それ一緒一緒、これ私があげたやつじゃん、自分で買った？これ開けよ。なんで開けへんの、出世。それは開けへんよ。これはお金が貯まる蛇の皮。あ、見て見て、心万家の、うん、心万家のメンバーズカード。これサークルのメンバーだけ持ってるカードです。私持ってません。あ、ほんまや、開けてないわ。ボロボロ。あ、ほんまや、懐かしい。懐かしい、ちっちゃっ、ココロくんちっちゃっ、ちゃバブちゃん。で、あの完全モザイクやけど、クレジットカード、完全モザイクのクレジットカードです。まとんで、もうないね、うん、財布の中身空っぽや、もう。免許証にござります。免許証の写真は見せてくれないんですか？無理でございます。あ、そうですか、これは無理です。見せて、私だけ、私だけ、いやいや、いいやんか、妹やで。いや、無理、妹やで。死んだ時に見て死んだ時に見るわ。お金出すよ、レシート出し、レシート言う、私レシートゼロとはね、出さんでいいか、ゆい。あ、出した入りすぎやろ。なんだから財布パンパンになんねんで。そう、はい、お金を出しましょうか。9000円です。入ってますよ、9000円。全然入ってない、私42000円。9000円入ってます。代引きで、代引きで1枚飛んだからね。え、お姉さん、ほんでご相談やねんけどさ、うん、3月14日やろ、ホワイトデーやん。そう、ホワイトデー、あの31日までさ、42000円しかないね。ちゃうねちゃうね、聞いて聞いて、ほんで聞いて、これモザイクのとこモザイクしてな。自分に言ったの今。うん、それで、あ、先月よりはね、だいぶ節約したんですよやけど、はい、電気代が50000円来ててね、あの支払い期限がね22日ですね。はい、あれ1000円足り嘘、5万
足らん、足したなもんなのこれ。え、5万5000円、700、ここ400円あるで。あ、貯金箱から500円取ったらいけるかもしれない。はい、え、貸してくれる、うん、どうぞどうぞ、借りていいよ。ありがとう、はい、じゃあ財布の中ゼロになったで。400円あるから大丈夫よ。でもな、これでな、うん、電気代払うやん、うん、あの手持ちゼロやねんけど、リュウちゃん呼ぼうか。リュウちゃん、ちょっと、あ、USJ 行ったやん、ちょっと USJ 行ったやん。ちょっとな、使いすぎたな。金欠ですか。金欠です。ちゃうねんで、そもそも電気代が高くなりすぎやん。高い、電気代マジで高い。ちょっと場所変わろうか。ちょっとカードちょっと待ってくれる。電気代がさ、5万1000円でちょっとさ、あの9000円借りてんけどさ、5万1000円なんでか、うん、で、これさ、あの全部使う前にさ、31日までお金入ってこないへんねんか、あと15日か、ちゃう、あと16日俺の財布の中に17日。私今9000円貸したのに9000円探してまた。来週一覧食べに行ける、無理。でもいっぱい食うからな、俺。え、俺が一番いっぱい食うからな。カードあるよ。あ、現金はまだ入ってたわ。カードはあるよ。入ってるやん。ああ、入ってるやん。何そんな持ってんの。何やねんそれ。くくってあるってことは10ってこと。そうやで。10ある。そうやで。ちょっと月末。月末まで。どうしたん。どうもしえへん。取られたわ。お料金に。取ったんじゃない。借りたの。はい。じゃあとりあえず耳ねに9000返しとく。あ、9000返しとくわ、耳ね。大丈夫ですか。ありがとうございますね。はい、じゃあこれで電気代を、まず電気代を払って、はい、残りであの月末まで生活します。はい、ポンタカードいらん。ポンタカードいらんかな。ポイント合算させてくれるの。 AU ウォレット、セブンのカード、 AU、 ポンタ、ツタヤ。というわけで電気代がね、5万1000円、高いんじゃ。この前あの携帯代がいくらっていうのはノートに書いてあるんで、ね、ノートを見てみてください。で、あのこの実生活、お金がいくらかかってるのかとかね、小出しでもいいから、まあな、まあまあ皆さんが気になることをね言っていけたらなと思います。とにかく電気代が高い、この動画は電気代が高いという動画でございます。わかりましたか。先月7万円いってんでな。そうや、めっちゃ節約したろ。俺あのさ、7班の部屋とか心の部屋とかもう使ってない部屋、日中全部スイッチ消してたもん。あれもあんね、湯船にお湯ためるようになったやろ。あ、いや、私あのお湯ためずにシャワーでギャーって中で洗って抜きおる。以上、財布の中身でした。はい、おしまい。財布の中身だったのか。俺中身紹介してないで。皆さん頑張りましょう、はい、あの次の給付金が出るまで。9000円で頑張ります。パパめっちゃすごいバズーキ。はい、以上、はい。